はい、こんにちは、116インズです。今日ですね、メッツのマーカス・ストローマンが今季の出場を辞退すると表明しました。ストローマンは辞退の理由としては家族の健康を考慮した結果ということで、まあ、何週間も家族と相談してここに至ってようやく決めたみたいなんですけれども、まあ、今季マーリンズやカージナルスでチーム内でコロナウイルスの感染が確認された中で、メッツはマーリンズと同じ東地区で戦っていますので、マイアミへの遠征なども考えると辞退という判断に至ったようですね。ストローマンは開幕から左ふくらはぎの故障で故障者リスト入りしていまして、復帰に向けて調整はしていたんですが、まあ、今回辞退ということで、今季は彼のピッチングを見られないのは非常に残念ですね。ただシーズンの辞退に関しては今季選手に対して与えられた権利ですし、また家族の健康というものが何より大事だと思いますので、今回のストローマンの判断は尊重したいなと思っています。ただメッツとしてはストローマンが帰ってこないのは非常に痛手ですよね。今季メッツの先発ローテーションはただでさえノア・シンダーガードを失っているという状況の中で、先日マイケル・ワカも故障者リスト入りしてしまいましたし、またリック・ポーセロー、それからスティーブ・マッツといったピッチャーたちもあまり結果が出ていませんので、ストローマンが帰ってこないとなると先発陣のやりくりというのは非常に難しくなってきますよね。現状ジェイコブ・デグロム以降の先発投手の計算というところがあまり立たないという状況ですし、ストローマンが帰ってくれば先発陣も多少は安定する可能性があった中で、まあ、今回こういった判断になってしまいましたので、今季コンテンダーとして戦う予定だったメッツとしては大きな損失ですね。春の時点ではデグロム、シンダーガード、そしてストローマンという3本柱を軸に先発陣が一つメッツの強みになると誰もが思っていた中で、シンダーガードがトミー・ジョン手術で抜けてしまい、さらに今回ストローマンが出場辞退となってしまいまして、強みだったはずの先発陣が逆に穴となりつつあるのが現状のメッツですかね。そんなチームにとっても非常に痛手となった今回のストローマンの判断ですけれども、ただなぜこのタイミングで出場辞退を決定したのかはやや不思議ではありますよね。まあ、正直驚きではありましたね。今回ストローマンは出場辞退の理由として家族の健康というところを理由に挙げていますけれども、それであれば他の多くの選手がそうしたように開幕前の時点で出場辞退を表明するということも選択肢としてはあったと思いますし、また開幕前に判断を下さなくともそういった事情を匂わせるということも、まあ、できたのかなとは思いますね。ただストローマンは割と開幕前から、まあ、非常に今季に向けてかなり楽しみにしている様子も伺えましたし、まあ、もちろんシーズン始まってマーリンズなどで感染が拡大して考えが変わったという可能性もなくはないとは思うんですけれども、やはりタイミングとしてはちょっと疑問ではあるんですよね。怪我からの復帰に向けて先日は試合形式の練習にも登板していましたし、メッツのロハス監督も今日の会見の中で、まあ、少々驚きを隠せない様子も伺いましたので、チーム側からしても今回のストローマンの決断は意外だったのかなと思いますね。で、もしかしたら今回のストローマンの決断はビジネス的な側面を多分に含んでいる可能性があるんですね。というのも FA 権の取得を考慮したんじゃないのかなと。ストローマンのキャリアでのサービスタイムは今季開幕時点で5年と148日とわずかに FA 権を取得できる6年に届いていないんですね。サービスタイム上の1年は172日ですので、ストローマンは開幕時点では24日足りていない状況だったんですね。ハイリスクに分類されない選手が今季の出場を辞退した場合、サービスタイムは得られませんので、もしストローマンがコーンオフ FA になりたいとなれば、今季出場することはある程度必要だったんですね。ただ故障者リストに入っている期間は MLB のサービスタイムに含まれますので、コンオフ FA となれるように辞退のタイミングを調整したのかなと思いますね。実際記者の方のツイートなどを見てみますと、ストローマンは6年のサービスタイムに到達したようですので、このまま行けばコンオフ FA になれるようですね。通常 FA 前の最後の年は市場価値を高めるためにどの選手も必死になってプレーするんですけれども、まあ、ストローマンは今季プレーしないということで市場価値を高めるチャンスを自ら手放しているので、これは普通であればリスクのある決断だとは思いますが、ただ今季は60試合と非常に短いシーズンの中で怪我から復帰明け良いピッチングができず市場価値を落としてしまうというリスクを取るよりかは、そもそも投げないという決断はむしろ彼の市場価値を傷つけずに済むというメリットもあるのかなと思いますね。もちろんストローマン本人が理由として挙げた家族の健康というのが何よりも大きな理由だとは思うんですけれども、ただこういったビジネス的な側面も決断のタイミングに影響しているのかなと思いますね。なので今回選手側がサービスタイムを調整したという非常に珍しい例だと思うんですけれども、こういったサービスタイムの調整というのは球団の常套手段ですよね。
よくトッププロスペクトのメジャー昇格の時期がシーズン開幕してから少し経ってから昇格してくるのは、そのプロスペクトの FA 権取得を1年遅らせるためというところが理由として一番大きなものになっています。実際このストローマンもブルージーズ時代初めてメジャーに昇格したのは2014年の5月と中途半端な時期に上がってきたため、 FA の取得が昨年ではなく今年にずれ込んでるんですね。このサービスタイムの調整は選手本人や選手会がしばしば問題にすることもあるんですが、未だ改善することはなく今日に至っているわけですが、今回は逆に選手側がサービスタイム調整し返すというなんとも珍しいケースになりましたね。なので今回のストローマンの件についてはいつもチーム側がやっていることを選手がやったに過ぎないので、割と肯定的な意見が多い印象ですね。まあ、特に選手ですよね。まあ、これはビジネスだからしょうがないよねという感じで肯定的に捉えている意見が多い印象ですね。私個人としてもストローマンはルールをうまく使ったに過ぎないと思いますので、特に何も問題はないのかなと思っています。ただメッツは不憫ですよね。昨年のトレードデッドラインでこのストローマンを獲得しているんですが、獲得の決め手となったのはやはり1年半保有できるところが非常に魅力的だったからっていうところですよね。昨年の夏の時点ではプレーオフ争いからはちょっと脱落していたところでしたが、今季の戦いも見据えての先発補強でしたので、今回のストローマンの出場自体でその目論見は完全に崩れてしまいましたね。ストローマン獲得のためにメッツは傘下内のピッチャーのトッププロスペクト2人放出していまして、アンソニー・ケイと、それからサイメン・オウズ・リチャードソン、この2人を放出しているんですけれども、ケイは今ブルージェイズのブルペンで頑張っていますし、またウズ・リチャードソンについてはブルージェイズ傘下の今4位ですかね、まあ、結構評価を上げているようなピッチャーですので、そのトレードがメッツにとって大損のトレードになってしまう可能性が現状可能性としては非常に高いと。ストローマンは昨年メッツに移籍してから11試合登板しているんですが、この11試合のためにいわばチーム内のトッププロスペクトを2人放出したということになりますので、まあそれは確かに大損トレードだなとは思いますね。もちろんストローマンが FA になるとは言ってもメッツと再契約する可能性は残ってはいますし、また仮に FA 移籍するとなってもクオリファイングオファーを出せばドラフト指名権を得ることもできますので、多少価値を取り戻す可能性はあるものの、ただトレードとしては大失敗に終わる可能性の方が今のところ高いという感じですかね。メッツとしてはいろいろな意味で痛手となった今回のストローマンの決断ですが、 FA 市場においてストローマンはどんな決断を下すのか、シーズンオフ注目したいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLBに関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。